アーティスティックライセンスは、パールの開発者である、ラリーウォールが作成した、オープンソースのライセンスの一種である。主にパールやパロットで採用されている。GNU ゼネラルパブリックライセンスに近いライセンスで、あるが、ユーザーが修正して、再配布する場合に原版と同名を名乗ることを禁止している点が異なる。アーティスティックライセンスというネーミングは、文学のポイティックライセンスをもじっている。 フリーソフトウェア財団は当初このライセンスを曖昧すぎる。いくつかの部分は利益を気にしすぎており、また意味が明瞭でないとして非難した。また彼らはパールプロジェクトには AL と GPL のデュアルライセンスを用いる要開発者に進めていた。これに対する返答として後に FSF で勤務することになるブラットリークーンはライセンスを書き直し、 意味の不明瞭な部分を修正した。このドラフトは、クラレファイドアーティスティックライセンスとして公開され、FSF によって承認された。このライセンス下で公開されているソフトウェアには、スニツやフェイコネス等のエミュレータ、パロスプロキシや NCFTP がある。パール6に対するアーティスティックライセンスのあり方を見直すことを目的とした。 リクエスト・フォー・コメンツに対する作業の結果、パールコミュニティにおける議論を通して、このドラフトは、ロベルタ・カーニーとアリソン・ランダルにより、過読性と法的、明確性を確保するために大幅に書き直された。これは、アーティスティック・ライセンス2.0として公開され、フリーかつオープンなライセンスとして認証されている。ありがとうございます。